です、56歳おっちゃんのガレージライフ、ゆるい動画毎日見ていただいてありがとうございます。今日もゆるい動画何か撮影します。それでね、今日ねやりたいことはね、例えば DIY をやりたいのと、あとラパンももう屋根切ってトラック仕様にやっていこうかなと、どこまでできるかわからないんですけど、それをやっていきたいのと、それとこのガレージの東側のあの空いた空間、そこにね実はこう屋根だけつけたいなとか思ってるんですけど、まあそれでこのこっちの部分なんですけど、もし、誰かこうやったらできるよとかいいアイデアがあったら、まだコメント欄にお書きください。何分素人なんで、素人がやろうと思ってるので、まずね基礎の作り方がよくわからない、それとセメントに打ち込む なんていうかなアンカーの打ち方がよくわからないんですけど、まあそんなレベルで、作れるかどうか、すごい不安なんですけど、まあそんな感じで、とりあえず、やるのは、まあ、サニトラは中のレストアやります。それと、ラパンの屋根切り、それとガレージ、このガレージなんですけど、ここがまた一番問題で、毎月のように何かこういろんな工具とかいろんな買ってきてしまうんです。ついついホームセンターとか工具屋さんに行ったら、それでねもう置く場所がどんどんなくなってきたので、それと作業台がやっぱこういろんな DIY するにあたってこう作業台が欲しいので、こっちの端の方に作業台とか作ろうと思ってるんですけど、それで今日雨でね、私の近所の、ホームセンターさん、木野外に置いてあるんです。そしたら雨でこう軒はあるんですけど若干濡れちゃってるので、まあ、濡れてる木を買ってくるのはまたこう剃ったりいろいろあるのでどうかなとか思いながらちょっと今悩んでるんですけど、とりあえずね、今先ほどまで雨降ってたんですけど、今ちょっと止んだんで、サニトラがね、ガソリンがいいでもう全く入ってない、とりあえずガソリン入れて、でそのままこのまま雨でなかったらホームセンターまで行って何か買って、それで DIY 続けていきたいと思うんですけど、ちょっとでもパラッときたらもうそのまま帰ってきます。というわけで、とりあえずサニトラの車載動画ご覧ください。行ってきます。いや、まだ全部持ってこうとしようかなと。
ありがとできました。結局あのフロントガラスに雨がポツポツっとちょっとついたのでもうやめました。もうあのね、雨の日ね、私車走らすあんまり好きでないのと、なんか本当雨の日はもうあの引きこもりになるっていうようなパターンなんです。それで今日結局何も結果を出せない動画になっちゃいました。すいません。こんな感じでね、また本当にここらあの DIY やっていきたいと思います。それとか一緒にね、こんな例えば私みたいなこう YouTube なんですけど、一緒にこう、まあ、私徳島県から、やってるんですけど、こう一緒に、まあ、配信できるような仲間とか、まあ、友達、まあ、今ねコロナなんで誰にも声かけれないっていうのがもう正直なところなんですけど、友達のところにもほとんど遊びに行けないって、まあそんな感じなんですけど、もしよろしければね、一緒にこういう風なガレージライフとか楽しんでもらえる方、またコラボしていただける方、徳島でおられましたらまたコメント欄に、お書きください。こんな感じで今日は本当にね、何もしないというか、まあ、ただもうガソリン入れて帰ってきただけの動画なんですけど、本日もゆるい動画に最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。まあこのような動画なんですけど、たまには濃い内容の動画もアップしますので、よろしければチャンネル登録してください。それでまた本当に厚かましいんですけど、いいね高評価めちゃくちゃ好きなのでよろしくお願いいたします。それでまあ私はちなみに自分の車とか自分のバイクを、まあ、自分が毎日遊んでるのをアップしてるだけなんですけど、例えば私の持ってる車とかバイクとかそういうんで、こんな動画が欲しいとかリクエストもありましたら、コメント欄にいただきましたら、その動画私が撮影できることであれば撮影してアップしていきたいと思います。というわけでまた明日の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。今日はどうもありがとうございました。グダグダ動画ですんません。というわけでまた明日よろしく。さようなら。うおっす。